外は気持ちのいい、気温になったら家の中でもねちょっとおにぎりなんかに行って、ちょっと気分を変えてね食べてみるのもいいんじゃないかということで、クリームチーズ胡椒おにぎり、ツナ味噌おにぎり、塩カツオおにぎり、お米の味がちょっと立ってますよね。冷めるとめちゃめちゃうまさを発揮するポテンシャルの高いお米なんですよ。変わったおにぎり作ってみようという時にこの3種類。皆さんこんにちは、今週のごちそうさまチャンネルはおにぎり3種類でございます。まあねなかなか外でみんなで集まってしづらいかもしれませんが、まあ、でもせっかくね、外は気持ちのいい、気温になったら家の中でもねちょっとおにぎりなんか握って、ちょっと気分を変えてね食べてみるのもいいんじゃないかということで、そしてですね今日私実はこのエプロン着て帽子キャップかぶってるんですけど、まあ似合いませんね。なんとも言えないねこれね。なんだろう、すごいこう安っぽい感じになるというか、なんか嘘っぽい感じになるというかね。でこのマーク青天の霹靂という青森の、お米なんですけど、実は僕この青天の霹靂の、応援大使をさせていただきまして、このお米はですね、まあ、僕の個人的な、あれですけども、冷めるとめちゃめちゃうまさを発揮するポテンシャルの高いお米なんですよ。だからおにぎりにはもう青天の霹靂って僕は決めてるんですね。もし見かけたらこの青天の霹靂でおにぎり作ってみて、今日の具材を入れていただいて召し上がっていただけるとさらによろしいんじゃないかなと、はい、まず3種類の内容なんですけど、一つがクリームチーズ胡椒おにぎり。これはクリームチーズがねちょっと余った時とかのねえってやつこうあるじゃないですか、ペロって剥くやつ、あれとかねぴったりですね。ちょっとこってりしたおにぎり食べたいいいですね。それからツナ味噌おにぎり、結構ねこれ日持ちしますし、作っといてご飯の上に乗せても美味しいので、まあ、割と重宝する味噌おにぎりですね。それから最後スタンダードなんですけど、塩カツオおにぎり、カツオ節に一手間かけてより美味しいそのカツオおにぎりをね、スタンダードからちょっとイレギュラーまで3種類というのを作っていきたいと思います。まずツナ味噌ですけれども、ツナ缶1缶オイル入りのですね。それから、味噌、酒、みりん、それからクリームチーズ胡椒がクリームチーズ胡椒もうそのままですね。塩カツオおにぎりが削りカツオだけですね。であと3種類とも塩を必ず使います。これがねおにぎりの最大のポイントですね。美味しいおにぎりを作るため、この中で火を使うものは、ツナ味噌おにぎりだけなので、先にツナ味噌作っちゃいます。まず火かけて、これも本当簡単ですね。ツナ入れちゃう。で油の切り方は缶開けて横にして、上に溜まってる油を、切るぐらいでいいですね。少し残ってて大丈夫です。その方がねしっとり仕上がりますね。でここに各調味料入れちゃいます。お酒、みりん、味噌、味噌は今日合わせです。でちょっとツナを砕くようにして全体混ぜていきます。結構大きいの完全に潰しちゃっていいですね。で入れたお酒とみりんの水分が飛び、味噌が全体に馴染みぐらいですかね。ツナのおにぎりというかね、ツナマヨになっちゃいますからね、大体ね。ツナ味噌ね結構いいんですよ。で全体馴染んだら OK ですね。たら冷ますためにも他の器にとってで置いておきます。次にクリームチーズ混ぜておきます。で胡椒お好みですね、結構効かせてもいいと思います。でクリームチーズは室温に戻しておいて、はい、これもこのまま置いておきます。で次カツオですね、カツオはですねこのままちょっとしっとり感があるんですよ、ちょっとだけ。でそれを完全にファサッとさせます。ちょっと広げてこれでレンジかけますね。ラップはしなくていいです。600ワットで3分くらいレンジにかけてください。待機でかけるとサラッサラになります。でこれをちょっと粉末状にしますね。お米のくっつきがいいようにという感じかな。3種類の、具の下ごしらえがあったんで握っていきたいと思います。でポイントになるのがお米の温度ですね。まずはぬるすぎてもダメ、熱すぎてもダメなんですよ。で熱すぎると握った中がやっぱり蒸れやすいんでちょっとべちょっと仕上がる。でぬるすぎると手にお塩をつけて握るんですけど、そのお塩が全くなじまないですね。ちょっと手にしばらくずっとこういう風に乗っけてたらちょっと 熱いぞみたいなぐらいのイメージでいいと思います。で炊きたてはねもう絶対ダメです。炊きたて美味しそうなんですけど、もう速攻食べないんですよ、熱々のままおにぎりを。やっぱりその持っていくという、まあ、一応お弁当として持っていく手じゃないですか。だとしたら今のことを心がけて握っていただくといいですね。であとお水をつけます。お水を手に塗ってこういう風な形に手をして、これでポンポンってやるといい感じに水が弾けるんですね。だから霧吹き状になるんですよ。
びしょびしょになりすぎるとやっぱお米びちゃびちゃになってて美味しくないのと、あんまりにも水がついてないといろんなところにくっついちゃってダメなので、でお塩を取ります。2つまみ分ぐらいですかね。僕ね実はおにぎり握るのあんまり得意じゃないんですよ。実は広げてまず中開けて先にじゃあツナ味噌かな、ツナ味噌入れるので包んでいきます。やっぱりねこれ手の形が結構重要で、僕手のねここがね高いんですよ、すごいだから綺麗な、ね、三角形にならないわけですねこれね。であんまり強く握りすぎない、でも弱すぎるとほどけちゃって美味しくない。難しいんですよおにぎりって、実はおにぎりぐらいできるよってねみんな言うんですけどね、そう簡単じゃないですね。美味しく食べるにはちょっとほらこっち側片っぽがねこう偏るんですよ僕のおにぎりは。さあ次クリームチーズですかね。どうしよう、これもう見た感じの絵はもう完全におにぎり屋さんですよね。割と新しい、新しいなんかちょっと流行りの商業施設とかに入ってる。今そうですね、握力の感じでいくと半熟ゆで卵潰れないぐらい、わかります？ほらまたこれもこっちこっちこっち行くし、こっちこっちに傾くんですよ、不思議なもんで。で最後鰹節なんですけど、これだけお塩しっかりします。というのはクリームチーズも塩分あるしツナも塩分あるんで、周りのその表面につけるお塩はちょっと軽くにしてるんですけど、これはもう外側の塩分で中噛んだ時にちょうどいい状態にしていくんで、まあ、今までのが2つまみだとしたら3つまみぐらいっていいですね。で完全に手なじませるこの状態です。でこれは中をくり抜く必要はないので、こうやって見るとなんか映像で見るとね美味しそうに見えるんですよね。食べるとねそうでもないんですよねそれ言っちゃマジで、いや僕が握るおにぎりはそうでもないんです。なんかねなんか違うんだよな、自分で作ってるからかもしれないですけど。で最後にこれは全面にこんなだし粉状態になったようなものですよね、鰹節がね。でこれも置いておいて海苔ですね、どうしようかな、海苔はどれにしましょうか。ツナだって、ツナに海苔しろって、海苔かな、ちょっとねおにぎり屋さんっぽくこういうねこういうのありますよね、鮭とかここに乗ってんの。で完成ですね。おにぎり屋さんの休憩時間みたいな感じですね。じゃあまずツナ味噌握り、うん、うまいですね。お米の味がしっかり立ってますよね。おにぎりにすると甘みも立つし香りもなんかすごく増える、非常におにぎりに向いてるやっぱりお米だと思いますね。でツナ味噌もお米を消しちゃうんじゃなくてやっぱり一緒に上がってってくれるようなそんな美味しさですよね。続いてクリームチーズ、クリームチーズまで届かないよね、誰だこれ作ったの、うん、うん、うまい。ちょっとおつまみっぽくなりますね、クリームチーズおにぎり。もう少し塩分逆に効かせちゃってちょっとしょっぱいぐらいで食べてもいいかもしれないですね。美味しいですこれも、ちょっとこってり。で最後かつお節、これスタンダードですね。すんげーうまい、うまいね、やっぱかつお節すごいですね。もう塩分濃くした感じもいいな。まあね、なかなか外でねみんなで集まってっていうのは難しいかもしれないですけど、家の中で食べるにしても例えばおにぎりちょっとお重に入れてみたり、でお昼みんなでね家族みんな揃って食べるとか、それだけでもね気分が変わりますからね、まあ、その時におにぎりちょっと今日は変わったおにぎり作ってみようという時にこの3種類、ね、作っていただけると非常に美味しく召し上がっていただけるんじゃないかと思います。おにぎりは日本人の心ですから丁寧に作ってみてくださいね。ごちそうさまでした。